ユクさん82、1個目のブルースパターンってやつをゆっくり弾いてみますと、すれ違いって小指が9フレットまで行けと、まあ、実際にはこんなに小指隠しませんよ、いちいち、今見やすいように小指を隠してるんであって、実際にはこうこの辺にいて、ロバンの、っていう、まあまあストレッチが入っているのであれなんだけども、なくてもで知るってことは、こっちの手が1、2、3、1、2、3っていう2のとこで右手が下で待機してる、1、2、1、2、1、2じゃなくて1、2、3、4でもなくて1、2、3、1、2、3って下で少し止まってる時がある。概念は頭で考えて、ノリっていうのはあくまでも、ああこういうノリなんだ、つったピッカフッカペッカフッカペッカっていう、えらいやっちゃえらいやっちゃというやつの、みたいなやつとか、僕の名前はハンポン、僕の名前はパンポンとか、そういう知ってる曲でシャッフルを判断していって、でそれが速くなるとブギパターンになるんだけども、一個ここでちょっと関係ないお話をしますが、ブギパターンこっちのピックアップでブギパターン弾きます。割とちゃんと聞こえるように弾いちゃったけども、もうすごいこの辺の音が埋もれていくの。こっちのピックアップで弾きます。まあ、ちなみに真ん中で弾いてみます。はっきりこの音を、この音を聞かせるには、このトラック野郎みたいな音を聞かせるには、実はこっちのピックアップのがはっきりとは聞こえる。で、実はリードギター弾くときはキンキンの音の時、この辺のハイポジションの高い音を弾くときにこっちにしてると、ちょっとキンキン耳につんざくような音がするんで、この辺弾くときはこっちのピックアップでっていう弾くという、絶対そうしなきゃいけないってわけじゃないですけども、まあまあそんなようなことがあってありつつの、これの5弦7フレット残しっぱっていうやつがあって、この音小指で押さえてますけど、この音鳴らしっぱで EX2 を弾くと、ストレッチだと思って頑張ってみてくださいって話ね。で今のでも右手が
右手はまずうんちゃうんちゃうんちゃって下で待機してちゃうんちゃうんちゃうんちゃなんだけども、右手じゃなくて左手をどれぐらいピョッ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 押したり離したり押したり離したりするかで実は音が変わってくる。全部押しっぱなしだとなんの切れ目もない、まあまあ、持続してしまう音になって、これをうんが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 って左手もブギーに乗ってシャッフルですように乗っていくと、今弾いてる時にこっちの手がピコンピコンピコンってカラータイマーみたいに浮いてるのが見れたんじゃないかと思いますけど、これは力を抜いている抜いている抜いているっていうシャッフルのリズムで休憩させてるわけ。そうすると音が途切れるから、ズージャ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 じゃなくて、ズンガ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 っていうサウンドになる。もっと細かくいくと、まあこれこのスピードでこれやるとめんどくさいけどねっていうリズムを左手と右手で掴んでて、体でリズムに乗ってて、それの右手はやってることはずっと本当は一緒で、体で感じてるリズムによって自分が出したい音の時に押さえてる、切りたい時に浮かせるっていう繰り返しですと。でまあロカビリーパターンはこういうのに、本当はもうちょっとディレイとかつけるといいんだけども、こういうのがまあロカビリーフレーズだったりするんだけども、これを最初から今みたいなのをさあ弾くぞっていうスピードで弾くんじゃなくて、まあもちろんゆっくり6度か6度の音、こっちだとこっちだと5弦の9フレットが1,2,3,4,5,6,6 の音、6の音は5弦の9フレットだったやつを、この音ね、をベースっぽい、まあ、ウッドベースなうんがちゃっかうんがちゃっかみたいなロカビリーパターンでいくと、4弦の4フレットが6度の音、この音とこの音は一緒、同じ音。でまあまあ音の組み合わせの音程違いなのはいくらでもあるんだけど、それはまあロカビリーをもっと研究すればいいんだけども、リズムに乗るっていうのは本当は今みたいな練習の仕方の、こいつ弾くみたいな、このフレーズを弾くみたいな、そういう練習の仕方してってから、これ全部今全部弾きね、こうやってやってるんですよ。右手はこうやってて、その鳴らしたい時だけ左手がその音程を鳴らしていけば、以外はミュート音で、でしかも今ちょっとやっちゃったけど8分音符で弾くと2つずつ音が出る。4分音符で弾くと